せーの恋愛節,恋愛節こんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長とギジレアの先生 さらに不安なので、石坂さんにも助けてもらいながら、お届けします。最後までお付き合いください。いはい、えっ、ー、と、今週が三十九回目の放送になります。三十九回目。はい、三十九。<ー>だから、実習でも四十回ですね。三十回ですね。なんだかんだでも、あれですよね、一年近く喋ってますけど。<laughs> どうです。一年近く喋った感想っていうか、も、ま、う、あ、ちょっと慣れてきました。うん、あんまり成長が見られないね。ねですよ、ね。変わってないです、ね。<laughs> あんま変わってないんじゃない。<laughs> でも、なんか、あの、番組の始めた時らへんって。はい まあこのコーナーの評価の仕方でキュンかュンあるとかありましたね。それはなんか無茶にあのね <laughs> あの <laughs> 我々ヒロイン石坂さんに言ってもらってでああいうのを <laughs> いろいろ削りながら、はい、まあようやく今の形ができてるんだけどただ今の形もどうなのかなみたいなね <laughs> <笑><笑>まあこれも今ちょっと余談なんですけど、はい、ちょっとオープニングで今週ちょっと喋りたいなと思ったのが。はい、あのー 時キさんがやっている夜11時ぐらいの番組ですかね<ー>で最近結構恋愛の、はい、まあこれって女子からすると好きのサインを白黒つけてでやってるんですねなんか女優さんとかが出てそう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 ,そう<ー>でそれでカードでこのキーワードで男性がこれは黒だろうっていうのを選んであ,あれ面白いよね、うん、で女性がこれは白ですみたいなね <laughs> これの中でちょっと最近のちょっとあれなんですけどあ,<ー>あのー。 飲みんかまあ明日仕事が早いとかまあ我々もよくあるじゃないですかはい、はい、明日早いんでちょっともう先になりますねっていう時にう自分の気に入ってる女性でから「うん、えもう帰るんですか?」って言われたら男性はちょっとその気になってしまうんじゃないっていうお話があって <laughs> 男って単純です、ね、<laughs> ですすねバカなんよ <laughs> でこれも一応なんか店長も客観的に見ていると。はいうん 実際はちょっと社交辞令かなって思うんですねテレビから見てる感じではね<ー>でも多分実際やられると、うん、多分俺のこと好きだなって感じがする一応 <laughs> シンプルに嬉しい、ね、シンプルに嬉しい <laughs> <laughs> でこれの出した答えがやっぱ女性からすると、うんうん、なんか気がないからこそ、うん、なんかそういうのも言える逆に気がある人だとそこはまた恥ずかしくて伝えにくい<ー> っていう話をしていて、あーあ<ー>、逆だったらそうかもね。うん。うん だから、もう、なんか、気がないんだったら、普通にね、帰りますって言った、お疲れ様でしたって。言ってくれた方がね、男性としてはね。だから、そこらへん、ちょっと女性ずるいなと思ったんですけど。はい、いいぐらいの時間帯なんで、番組紹介していきましょうね。あれ、だめ。ちょっと、フリートークの練習しようかなと思った。こっ、ちは必死にネタ考えてきたのに、何この、まあ、もうそろそろぎりぎりなるからね。なりますね。はい、えっと、じゃ、番、番組の紹介していきます。えっと、この番組は。 毎週なったさ、これ <laughs> ちょっと延長して喋ろうな。はい、あ毎週土曜、四時半から五時までの三十分番組です。はい。 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません拾いますよカッ <laughs> ちゃんさんメール待ってますよ名前が出てきましたね <laughs> はいえっとでもカッちゃんさん多分聞いてないはずなんで <laughs> はいえっと番組内容としてはリスナー参加型となっており恋がしたくなるコーナーをメインとし 皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。はい、これもちょっと自粛しているので、うん、恋愛トークで盛り上がることはできません。はい。誰 <laughs> <laughs> か言えや。いやそれはできるか <laughs>。できるか。ごめんなさい。えっと、うん、メラドレスは七九七アットマーク fm ぎのワンドットコムまで送ってちょうだい。うん、それだ CM で,はでーす。 ギノアンヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね軽自動車の時代 モータータズキの新型ソリオほか映画野菜瓶ドーナガモーターノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーターあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください 九八八四七の八二沖縄ベタニアチャーチ続いてはメインコーナー恋の妄想 <laughs> もう工夫がないよね <laughs> <laughs> もう三十九回だよ、はい、えっ、ー、と今日ちょっとマイクを布マスクから普通のマスクに帰ってきてるんで若干あの喋ってる量と 空気が入ってくる量がだいたい指令しててちょっとあんまり息苦しくないかな前回窒息気味だったの。そう,そうそう。苦しくてかっらあんなに苦しいこと。で、あの鼻の下の方が汗かくんよ。暑くてね。あ、まあこんなのどうでもいい。はい。えっとこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、はい、我々二人がお題に対して答えていきます。その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点、悪かった点について議論し、恋愛節出世してもらうコーナーです。 ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります廃止にしないでね完璧を強調してよ <laughs> なりますって言ってもよ廃止にしないでねっっやっぱちょっと1ヶ月のブランク大きいな <laughs> 何個あったかなって俺思い出すきえー、っとで一応まあその後ががのでたくさんのラブメールの送信をお待ちしておりますなんですけど、うん、ラブメールの数がだいたいね 手で数え切れる程度なんで、うん、でもうなんかそこにも期待してないなみたいな。はい、はい、プチコーナー行きましょうね。皆さん待ってますよ。<laughs> いやもういいですよ。<laughs> 大丈夫です。えっと月間プチコーナー、<laughs> えー自粛中にしたい恋愛とはですね。はい、どうしましょうか。今日は店長と先生どちらから行きます？ああ、じゃあ先生で。先生で、はいはい。はい、じゃあお願いします。あの VR はどんなですか？ <laughs> <laughs> もうネタ切れすぎてうん、うん、今のこのご時世だったら VR でなんか一緒にいるような感覚でできるんじゃないですかデートとかななんか今でいうズームとかそんな感じでってことそうそうズーム的な感じでこう VR でズームを通して見るような感じお互いこう横にいたら見れるみたいなあーあー、はい、そういう意味なそれでデートしてる気分を味わえるんじゃないかなと思いました<ー>以上ですあのゴーストでいう <laughs> あの <laughs>、うん 触れているようで触れていないような感じ。あ、まあ、実際にはそばにいないけどみたいな。なんでやねんって叩いてるけど、実際は壁叩いていい。明るいカップルだな。そう、漫才してるの。ありがとうございます。えっと、一応店長が考えたのも、ちょっと似たような感じなんですけど。店長が考えたのは、ズームで、眠る前に、えっと、ズームでやり取りしながら。まあ、彼女の寝顔を見るまで。 羊が1匹2匹3匹って永遠に言い続けてで眠ったのを見て自分も眠ってで朝起きたらこのズームズームって多分30分で切れるんですかね実際はでもなんかつながっている設定でなんか朝起きて「おはよう」とかいうなんかねズーム上で顔を合わせられたらなみたいなあの起きる瞬間と寝る瞬間ってなんか好きな人とお話ししながら眠るで 起きた時は一番最初に好きな人におはようって言ってもらいたい、うん、幸せなことだよね。そう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 そ,う、うん、それをなんかズームでできればなーみたいなね今のご時世でさ。寝てる間ずっと繋がってるってことだよね。そう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 ,そう。一緒に寝てるような感覚でしょってこと。うんうん。<ー>で起きた後ねえまだ寝てるバッドかってね言われたいよ。あそういうやり取りを含めて。そういうやり取りを含めてね。<laughs> い,いや今日日曜日だぜとかってね。本当に幸せな、ね、そう。赤っぽだね。赤 <laughs> なんですよね。はいえっと答え、はい、のコーナーに入っていきましょうね。ちょっとあんまり、ね、この お、不屈 <laughs> コーナーで引っ張ってもらっ、難しいな。<laughs> で一応五月一応まあ今週が最後なので、まあね自粛中のプチコーナーも終わりですね。<はい S 1> <laughs> 6月はまたちょっとちょっと自粛もいろいろとね緩和しつつあるんで今ですねまた次のテーマを次のテーマをまあ次のテーマはまあいかはいえっとまあえっと今回のコーナーなんですけど第2章恋の妄想誘惑と別れ変ですねはいまあいろいろとちょっと間空きながら久しぶりにまあ先週先々週と喋ってきてるんですけどちょっともう2章もクライマックスです。 でですね、えー、とーちょっとまあこ先週のおさらいは若干、うん、先週のなんかあらすじも中に入れているようにしてるんで、はい、おさらいはしないでそのままシチュエーションを読んでいきましょうねはいでお題が「温、えー、かい思いやり」ですね、うん、はい、えー、じゃあ読んでいきます <laughs> これで最後にするから一つお願い聞いてこれ明美さんねすいませんね明美さんから始まるんですけど <laughs> これで最後にするから一つお願いを聞いて。<laughs> うん 私の心を奪ったから責任を取って今日で私を嫌いになってほしい。でここで答えたのが店長のセリフなんですけどやっと明美さんのことを嫌いにな,りますなれましただから僕のことで苦しまないでくださいでも僕のお願いも一つ聞いてください僕が必要になった時は遠慮なく帰ってきてください。 その後の言葉は心の中にしまっておきますさようならが、まあ、店長のセリフだったんですけど、うんまあ、そこからの続きをちょっと読んでいきましょうねと言って明美さんとお別れをしました背伸びして明美さんのお願いを叶えた僕の心の中ではやっぱり明美さんが大好きでした、うん、帰り道僕はいろいろ考えて彼女と別れることを決めました翌日僕は彼女に別れを告げるために彼女とよく行った公園で会うことにしました 夕方待ち合わせの公園で彼女と久しぶりに再会しました。いつも以上にテンションが高い彼女を見ているとお別れの言葉がなかなか言えずに僕はただ彼女の話を作り笑い作り笑顔で聞いていました。時間はあっという間に過ぎ彼女から突然会うのは今日で最後にしようと明るい表情で彼女に言われました。 ではあなたはこのラッキーな発言に何て言いますか。<laughs> またそのルックスで高望みして一生独身のままでいるんですかみたいなねそんな感じなんですけど、まあ、まあ、あの答える内容は。主人口ガッツリ崩ってるね <laughs>。ラッキーって思ってるの。ラッキーじゃないけどな。<laughs> <laughs> じゃあ最後はちょっとねいつもあのボケをかますっていうでねあのーはいはい、店長がいろいろ考えてるんですけど、<laughs> はい、はい。まあこれはちょっと無視してください。<laughs> でまあ今回はえっ、ー、と、うん、どういうふうな設定なのかって言ったら。うん まあ実際、もう彼女はえと主人公に別に好きな人がいるっていうのを気づいてます。うんうん、もう指ししててるんだよねまで、このタイミングで自分に会おうって誘いがあったっていう時点で、多分別れを告げられるだろうなっていう、あ<ー>まあ彼女の方はですね、うん、それを指して、あまりにも、なんていうかな、まあ、テンション高い女性を演じるっていうんですかね、うん、その演じていてで、実際は辛いんだけど、 その明るい,ないうれでまあこのなんだろうなクズオく君はちょっと臆病なところもあるから「うん、こいつどうせ言えないだろ」うみたいな、うん、だったら自分が言ってやるよっていうね <laughs> そういう中ででなんて心の広い彼女なんでしょう、ね。<laughs> そういう彼女がここまでねだから、まあ、今回お題が「温かい思いやり」なんですけど。うん まあその思いやりをどういうふうに受け止めて、うん、でどういうふうに彼女に言葉を返しますかっていうね、うん、まあ,あんまりくず感っていうクズ感はできれば出さないでほしいんだけど2章はなんて言ったってクズの物語なんでその中でね2人ちょっといろいろと今日は考えてきました、まあ、考えてきたってもそうでもないですけど、はい、でどうしましょうか今日は誰からいきます じゃあ先生いきますか。ああそうですか。じゃあ先生から言ってもらうんですけど、えっと我々ヒロイン石坂さんに行ってもらうのが会うのは今日で最後にしようで、そっからちょっと我々の回答を発信していくような形でお願いしたいんですけど大丈夫ですか。いいですか。はい。大丈夫です先生の準備。はいお願いします。スタンバイ。オッケー。オッケー。はいこい。はい。何とか。何はいはいお願いします。はい。 会うのは今日で最後にしよう。僕から言うべきなのに君に言わせてしまってごめん。今までありがとう。さようなら。以上です。ああ、えじ要点掴んでるね。うんうんうん。はいはいはい。もうこれは今さっきね店長から説明もあったように彼女はもう全部をさして今日でも終わりにしようとっていう意識っていうか彼女がそう思ってるっていうのをこのクズくんも感じてるからもうそこであだこだ多分言えない。 言える状況じゃないと思うし、うん、まあそれに対して本当だったら空く君がここを切り出すべきだったけど切り出せなくてごめんねっていうのと、うん、まあ今までありがとうっていうのはね、うん、最後の、ね、最後のこのシチュエーションも含めて気遣ってくれてありがとうじゃないけどね。うん、でもなんかこの辺の回答になるよね。うん もうちょっとゲス感で来るのかなって思ったんですけど<ー>意外にあれですね。ああのー、あれだよね <laughs> ラッキーって言われればラッキーなのかなっていうね、はい、まあいいか、はい、えっ、ー、とー、じゃ続いては一応、店長の方行きましょうね、はい、なんだかんだ言って、ちょっと若干先生に似てるのかなって感じがするんですけど、はい、すいません、じゃあ、ヒロイン・石坂さん、お願いしてもよろしいです。はい、会うのは今日で最後にしようああ、すべて知っていたんだ。 幸せにできなくて本当にごめん。あなたの思うような人にはなれなかったみたい。今までありがとうって締めてみました。今回はまあちょっと若干パクリが入ってるんですけど、はい。今また曲 <laughs> から。なんだろうな。俺をこの別れのセリフって、うん、結構この回までこの回に来た時に色々となんかね。別れについていっぱい喋ろうと思って。うん だいぶ前にいろいろ調べたんですよ、はい、まあこれね二章の結末はだいたい頭の中で描いてたから、うん それでいろいろ考えてたけどその考えてた資料がどこにいったか分からなくてですね今日はちょっといろいろとバタバタしていてどうしようかなって自分の言葉からだったらちょっと厳しいなと思って少しバックナンバーさんのお力をお借りしてまただな少しだかなちょっとだけなでも丸パクりではないです若干の言い回しを変えているんですけど最近ここパクっただろうなってなんとなく分かるようになってそそそううう <laughs> まああの言うほど、なんていうんですかね、あ,<ー>あのー、素晴らしい声を多く積んでるわけだけど、今回のあれだよね、あなたが思うような人にはなれずにみたいな、いそうなんですよ、なんかいいフレーズないかなと思った多分この曲だなって思ったのを、たまたま歌詞を見たら、あやっぱこれだなって思ったんですけどね。はい これはジャッジにちゃんと加味してくださいよ <laughs> 自力で考えてる人とこれある <laughs> な補足喋りすぎたなだから喋る男は損するってそこなんだよな、うん、前回話してましたねそう多くは言わなくていいんだよ <laughs> ついついないろいろなんか喋ってしまうんだけどねはいまあ一応一応とりあえずねちょっとな納得いかない回なんだけどね一応とりあえずジャッジしてもらいましょうか、はい、大丈夫ですかじゃあドラムロールお願いしていいですか はいドラムロール鳴らします先生あ<ー> <laughs> 曲からパクった <laughs> <laughs> それが敗因につながったからちゃんと加味してくれてるあとやっぱこの、うん、まあ言葉の意味も意味というか、うん、なんだろう、うん、あなたの思うような人になれずにとか 言われたらううんみたいな <laughs> <laughs> そうですよね今回ちょっと悩んだんだよね、うん、なんか間にこうやって入れようかなと思ったんですけど、うん、やっぱりんかなんかまどろっこしいというか、うん、はいなんかもうさっぱりでいいのかなっていう、はいうん、まあ多い言葉はいらないですよね、うんうん、ただなんか言葉が少なすぎるのもちょっとあれなのかなっていう、うんうん、逆に女性からしたらこのシチュエーションで一番 正解に近い答え方って何なんですかもうただありがとうとかただごめんなさいぐらいの感じがいいんですかねまあなんかあんまり細くあだこうだつけても結局言い訳になるじゃないですか。長長くくななれば長くなるほど なんかイラっときますよね。<laughs> ですよね。<laughs> だからもう本当に余計にまあ、うん、余計に言葉つけない方がいいんじゃないですか、うん、あとなんか「ごめんね」をめっちゃ言われても多分イラってしそうな感じがしますいな今さら謝るのか。みたいな花束みたいにね「ごめんごめんありがとうごめん暗いの」ね、またパクろうとしてる。じゃあこのまま逃から「ごめん」を2回言った後とね「ありがとう」っ回言って最後「ごめんね」って分れた方がいいのかなと思ってね。 いい <laughs> ちょっと今の難しかったな <laughs> <laughs>。ごめん、ごめん。ちょっとバックナンバー熱が強すぎだね。うん、は,いはい、はい、ね。そうだよね。やっぱちょっとなんか言い訳がましいな、もう。ないっすよね。言わない方が相手に対しては。誠実なのかなっていう思う状況だよね。うんうん、そこで、またなんか、いろいろ言い訳だったり、なんか。うん、僕はこうで、こうでとか、なんか言われても、なんか。<laughs> うん もう相手の詳細とかも何も喋らないでそのままごめんねって言ってもう喋らないでそのまま終わってありがとうって言われた方が確かにすっきりむしろなんか終われる気がしますね区切りやすい気がしますねでも若干多分男の人目線で見ると罪滅ぼしのなんか一言二言は多分伝えたいまあ自分が悪いっていうのは多分もちろん分かってるはずなんで なんかまあ、それになんかあってはまるっていうかね、うんうん、似合うような言葉を少しつけてなんかねただねどうだとう男心としては同じ状況で相手にも好きな人がいるって分かって、うん、ま,あまあこっちからも別れようって言おうって言って行った時にかでも逆に男からしたら、うん、俺はもう素直に「好きな人ができました、うん、ごめんなさい」って言われた方が ななんかか自分のの努力不足だった特に相手がどうこうとかそういうのはも,もう考えられる、うん、なんかその相手のことをずっと引きつけられなかった自分のなんかね、うん、努力不足っていうか、まあ、相手に対する愛情表現の仕方がちょっとずれてたんだろうなって思うから男からしたらどうなんだろうな、うん、なんか一応そう感じるかなまあ、うんか直接ね 好きな人ができたから、ごめんなさいって言われた方が、すっきりかな。正直に理由を。言われた方が。いいですか、うん。の方がいいですね。んなんか、回りくどいよりかは、その方がいいかな。したら、あ、まあ、なんか、自分もいろいろ悪い点がいっぱいあったんだろうな。って、うん、多分、振り返れるはずなんですよ。うん、で、まあね。諦める、諦めないよ、また、別問題か。<laughs> 諦める、諦めないよ、だから、別問題、だから、あれだよね、うん、バックナンバーのスーパースターに。 なったらっていう曲があるさ。あ,<ー>あんな感じよ、ね。あの振り向かすために、振られたから振り向かすために、バンド始めて、スーパースターになって、帰ってきますよみたいなね。うんうん、あれ、何の話?。なんかちょっと <laughs> 今のはよくわからない。だ <laughs> <laughs> から,からだう、俺も今喋るのかな。<laughs> なんか繋がってる、で繋がってないような。は <laughs> い、ね、えっと、じゃあ、一応とりあえず、曲の部分まで。はい。とりあえず、喋ってしまってるよね。 でですねこれ15音でも設定してるからね3分ぐらい喋ってるんかでしたら4分だからエンディングは4分あるんねはいじゃあエンディングいきましょうかエンディング今日ちょっとあのあれなんですよちょっと初の試みっていうかちょっともう一つプチコーナーを設けて最後締めようかなみたいな初耳だけどねはいで若干ちょっとねあの番組上時間余ったらあとはあの我々の番組のテーマソング あのミュージックアワーですかねポロナグラフィテあれを流してからね CM に行ってもらえればなみたいなね何の話してんの CM? 違う違う番組の最後のね時間がった場合に曲で伝えてねってことそう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 ちょっと話が飛びすぎて分からなかったね緊張してるの新キャラでそう、新キャラどうしようと思ってでえっと来週なんですけどまあ今の回答で まあこれになんかストーリーをちょっとつけれって言われるのも、うん、ちょっと作家としては辛いんですけど、うん、一番その後ね、うん、我々が言ったのを今今回先生に回選んでもらったんで、うん、まあそれを言った後の彼女のちょっとなんていうんですかねニュアンスを文字化して、うん、でその後まあ別れて、うん、で来週次週なんですけど、はい、次週はまあちょっとなんていうんですかねできた彼女。 別れを受け入れてくれたんですけどそこから主人公は一応別れたんで今はねフリーなんでもう一度あさんにに行くそこでまあちょっとストーリーはまだ完璧に描けてないんですけど会いに行く道中で彼女と遭遇して。 <laughs> でまあちょっと呼び止められて <laughs>、はい、でやっぱりなんかね、うん、あのー。 別れれれるっていいうのはに受け入らなまあんかねあのトレンディードラマじゃないんだけどなかなかはちゃめちゃだね。でまあそれをどうんかね振り払って明美さんのところに行くかっていうのをちょっと実習それをちょっと工夫しながらやっていこうかなみたいなね思ってるんだけどどどんななって俺に言われてもよ頭でこれ今喋ったるさでも頭の中ではこの次のプチのコーナーをどういうふうに 緊張してる。それしか考えてなくてね。大でしやっぱ急展開だね。急展開だね結構なんか展開が早い感じしますよね。ね <laughs> でもなんか描いてる側としてはこっちの方が楽しいんだよね。あ<ー>なんか男の心情で、うん、女性の考えとか心情ってどうなんだろうとかっていうのもいろいろ考えるから。うんはい、だからなんかね。 バックナンバーさんの、この女性目線で書いてる曲とかって、結構あるんで、うん。まあなんかそれも読みながら、女の人ってこういう場面、こう考えるんだろうな、みたいなのを。少しずつ勉強できたのが二章でしたね。うん、おなんか一章は、なんか、ね、恋愛作家として、ちょっと成長できた。少し、うん、だから俺多分、あれだよね、恋愛節を卒業した頃には。多分百人ぐらい、彼女がいるんじゃないかなっていうね。うん、何言ってるのかよくかっぱ、えっとじゃ、はい、えっとーはい、えー。<laughs> <laughs> 続いてはですね、えっと、来週の曲占いですね。曲占いのコーナーをちょっと設けようかなと思って。で、あの、入っていくんですけど。なんだろうな。まあ、続いてはこのコーナーで、ちょっと、あの、キャラクターを、新しいキャラクターを。登場させて、ちょっと時間あるか。大丈夫かな。あと一分くらいですか。あと一分ですな。はい、えっと、続いてはこのコーナー。ヤッホー。 初めまして店長でーす店長はあのー、店長と声は全く変わらないんですけど店長の女番みたいなそんな感じですね。でえっ、ー、とこの番組誰も期待してないと思うので私の方でこの番組に乱入して適当に噛んでいきまーす

店長のラッキーソング <laughs> 来週のラッキーソングは、はい、彼女のたいたいい彼女を大切にできない <laughs> クズをが聞くと少しだけ財布の紐が緩くなる予感緩んだ分だけ女性が喜ぶよねでバックナンバーの風の強い日以上ですなんか言えよはいさようなら <laughs> また来週あお疲れ様でした <laughs> これ来週ダメだな <laughs>